お鍋始めよう。みんなでお鍋とはいいことを考えましたね。でしょ。っていうか冬は鍋って相場が決まってんのよ。お鍋でもいいなら可愛いコートでもいいと思うんだけど。何の話？みんなで好きなお鍋の具を持ってきたけど、まずどうしよう。順番に入れていきましょうよ。あれ、好きなお鍋の具？小鳥、忘れてしまったのですか？うん、持ってきたけど。じゃあ私から入れるね。お鍋って言ったらやっぱりお肉だよね。焼肉用のお肉だにゃ。私は鮭を持ってきたの。後で味噌味にしてもいいかなって思って。さすがエリチ。うちはお豆腐を入れるね。ニコは油揚げと椎茸。出汁が出る具はこれで決まりでしょ。ニコっち渋い。私はご飯と卵なんだけど、お鍋の最後に卵雑炊にしようかなって思って。では花代の分は後で入れましょう。私はネギと水菜とほうれん草を持ってきました。海ちゃんのは緑の野菜ばっかだにゃ。野菜が苦手なら野菜と好きなものを交互に食べるといいですよ。うむうむ、海ちゃん賢い。じゃあ次は私ね。トマト持ってきたから。え、トマトってあのトマト？トマトはお鍋に合うのかしら。なんか雲行き怪しくなってきてるんですけど。別に怪しくないし。前にテレビでトマト鍋っていうの見たことあるからいいんやない？うん、いいよいいよ。じゃあ次は小鳥ちゃんね。え、私なんか変なこと言った？違うの、違うんだけど。分かった、誰かと具が被ってるんでしょう。気にしなくて大丈夫ですよ。少しくらい余ってもみんなで分けて食べられますし。違うの。この箱の中に入ってるのかにゃ？あ、りんちゃん、それはダメなの。ねえ、ちょっと何してんの？早く入れてよ。あのさ、火が通るスピードとかいろいろあるんだから。ニコッチ、めっちゃ鍋奉行やん。みんな、ごめんなさい。これは、なんでしょう。三角柱のような形状ですが。ケーキみたいな形やね。これケーキみたいな形じゃないよ、ケーキだよ。なんで小鳥ちゃん、お鍋にケーキ入れちゃったの？好きな食べ物持ってきてって言われて、小鳥チーズケーキが好きで、だからあの、ごめんなさい。そっか、私が好きなお鍋の具じゃなくて好きな食べ物持ってきてって言っちゃったのかも。ごめんね、ほのかちゃん。ごめんね、みんな。小鳥ちゃん、こっちこそごめんね。そういうのは後でやりなさいよ。早くこのケーキ取らなきゃ。リーはね、カップラーメン持ってきたよ。お鍋にぴったりだし。一人一個だから9個ね。リーン、ちょっと待って、たくさん乾麺を入れたら。チーズケーキ溶けてきちゃったんだけど。これはチキビ直し